ジャンルカペッソットはイタリアウディネ出身の元サッカー選手。ポジションは DFMF。元イタリア代表。ボランチとサイドバックでプレーできるという柔軟性と堅実な守備が持ち味の選手。1988年に AC ミランでキャリアをスタートさせるが、出場機会に恵まれず、バレーゼ、マッセーゼ、ボローニャ、エラスベローナ、トリノを渡り歩き。 1995年にユベントスに移籍する。すると、そのユーティリティ性が重宝され、次第に主力選手へと成長し、1996年には UEFA チャンピオンズリーグ優勝を経験。イタリア代表でも1996年10月9日のジョージア戦で代表デビューを飾り、1998年フランスダブで、 ジネディーヌ時代のマンマークを任されるなど監督からの信頼も厚かった。ユベントスでジャンルカザンブロッタが左サイドバックにコンバートされてからはバックアッパーとなったが出場した試合では安定したパフォーマンスを見せた。2005から06シーズン終了後に現役を引退し、ユベントスのチームマネージャーに就任した。2006年6月26日。 トリノのユベントス本社3階、15メートルから転落。命に別状はないものの複雑骨折の重傷を負った。うつ病を患っていたとされ、またクラブの八百町疑惑の最中、手にロザリオを握っていたことなどから自殺を図って飛び降りたものとみられる。2014年には、ベガルタ仙台 OB とのチャリティマッチで、ユベントスレジェンズの監督として来日し、元気な姿を見せた。 この項目は Wiki プロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。